教パンデルバルド、史上最強の魔法使いであり、魔法省は彼の排除に手を焼いているのだ。そんな時に一人の男が彼と旧友であることが分かった。魔法省はその男に未来を託したのだ。教パンデルバルドを止めることができるのか。教パンデルバルドを止めるのはあなたしかいない。カチャブルドはダメだ。私には彼と魔法でつなぎ合った誓いがある。彼と戦うことができないんだ。でもあなたしかいないんです。できない。何を言われてもできないんだ。でもあなたしかいないんです。何度言ってもダメなんだよ。お願いします。魔法が使えないんだ。お願いします。無理なんだよ。電気ヤンマ、電気ヤンマはカチャブルドは電気ヤンマか。電気ヤンマならいけるかもしれない。そうだ。これが誓いだ。うお。どうだ今日パッてやるぞ。カチャブルドは近いだ。これが近いだ。近いだ。こうして魔法界に平和が訪れました。最強の魔法使いの教パンデルバルトも電気ヤンマにはかなわなかったのだ。電気ヤンマは死の呪文として禁断の魔法となったのだ。パノラマ TV。